アシュカン・デジャガは、イラン・テヘラン州出身の同国代表のサッカー選手。トラーク・トゥール・サーツ、e ・ EFC 所属。ポジションはミッドフィールダー。デアガー、デジャーガーなどと表記されることもある。ドイツのパスポートを所有している。2004から05シーズン開幕戦の VFL、ボーフム戦2から2で引き分けた試合の残り5分から出場して、デビューを飾った。 これは1八十二年にヘルタ・ベルリンが創設されてからの最年少デビュー記録となった。それから三シーズンはトップチームとリザーブチームを往復し、二千五から零六シーズンには二十三試合十二得点でリザーブチームのチームトップスコアラーになった。ファルコ・ゲッツ監督はデジャガの出場時間を徐々に増やし、二千六から零七シーズンは二十二試合に出場して、 プロ初得点を決めた。2007年、VFL ボルフスブルクに移籍した。2007から08シーズンは、チームのフォワード最多の31試合に出場して8得点を上げた。2008から09シーズンは、グラフィッチとエディンジェコの大ブレークの影に隠れ、得点数は3に減少した。2012年8月、フラム FC へ完全移籍。 2014年7月29日、あるアラビドーハに移籍した。2004年、U-17 ドイツ代表に引き続いて U-19 ドイツ代表に選出された。15試合で7得点したが、その中には2005年にオランダ戦で決めた2得点も含まれる。2005年に選出された U-21 ドイツ代表では、背番号10を背負った。 イラン代表としてプレーすることも可能であったが、21歳になる時にドイツ代表としてプレーし続けることを選択したために、イラン代表としてプレーする資格を一度は失った。ところが、2009年6月に FIFA が刺激二席者の代表変更の年齢制限を撤廃したため、再びドイツ代表とイラン代表のどちらかを選択することができるようになった。 現在、年代別代表選出前までに重国籍者となった選手は、たとえ年代別代表公式選出場歴があっても、国際 A マッチ出場歴がなければ、すでに保持している他の国籍の代表を一度だけ選択することができる。2007年10月、デジャガは非常に個人的な理由から U-21 ドイツ代表のイスラエルとの試合に出場することを拒否した。 この際には私の半分がイラン人であることは皆知っているとも述べた。ユダヤ人中央評議会のシャルロッテ・クノブロフホ議長やドイツキリスト教民主同盟のロナルド・ポファラはデジャガをドイツ代表から除外することを求めた。デジャガは雑誌シュテルンのインタビューで召集拒否は家族間の問題であり政治的、反ユダヤ的、人種的な理由ではないと述べた。 ドイツサッカー連盟の手をツバンツイガー会長やマティアス、ザマーテクニカルディレクターとの話し合いの末、ドイツ代表から除外しないという結論が出された。2012年2月29日のワールドカップ予選のカタール戦でイラン代表デビューを果たし、デビュー戦で2点を記録。これにより、デジャガの代表資格はイラン代表のみとなった。ありがとうございます。